お家から通ってくる島の子なのかな。リアスってそんなの今じゃ普通でしょ。そうなんですか。ウニ、お砂糖取って。これ苦い。日本の常識、島の非常識。そういえばその漢字の星野は。ああ忘れてた。シーズ釈放。ばあちゃん、あ、開いた。こ細かいね。開くようになってるんだ。へえ。ま、新章出発というのが我が高見塚学園生徒会のモットーであるわけでして、一晩寝床を共にした子がクラスの転校生だったなんて甘酸っぱい展開に陥った罪は重いのよ。同い年で学園に通うとしたら、この島には他に選択肢もありませんからね。ま、そんなとこか。渡も十分反省してるようだし、あとはクラスの問題として解決をお願いします。さ、総会始めるわよ。ちょっと、こっちの相談に乗ってくれるんじゃないの。だからいくら生徒会顧問のお悩みとはいえ、1クラスの事情に生徒会が介入するというのは。高見塚学園生徒会に相談してんじゃないわよ。つぐみ寮寮生会に相談に来てんの。寮生会って、まさか。うん、というのが現在のつぐみ寮の状況だが、本当に入寮するのかね。では、え、分けあり女なの。寮関係の必要書類、申請書、寮所得、周辺地図。家から逃げたい子とか。何かね。別に。あ、いた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 。あの、新しい男と結婚したから、前の旦那との間にできた長女を、あの、寮がある学校に入れたお母さんがいたよ。そんな感じかな。うん、新しい。夫との間に子供できたから、ねえ、邪魔だから、前の夫との子供を入れちゃうんだよ、寮に。うん。まあ、この時期にわざわざこの島へやってくるくらいですから。都会では周囲の無関心に埋もれていたでしょうが、ここではあのような生徒は。まあ、しばらくは様子を見てみようじゃありませんか。あ、都会から来た訳ありの子なんだ。え、寮がある学校ってそうだよね。すっごい偏見だけど。このままでは9月。教頭先生。おっと、失礼いたしました。私はね、逆にチャンスだと思っています。と申しますと、先ほど教頭先生がおっしゃられた通りですよ。この島ではあのような生徒は。おお。果たしてあの仲良し子よしな寮生たちとうまくやっていけるでしょうか。異分子が紛れ込むことによって内部崩壊が起こる。え、9月に何があるの？デスゲーム？手は打っておくことに越したことはありません。あ、この2人がデスゲームやるから、クリアさせないように、内部崩壊。うん、あるかもね。あの子が6人目の寮生？あ、寮生。寮生じゃないんだ。なんでこの子髪の毛白いんだろう。このゲームピンクの髪とかないよね。だから相談に来たんじゃないよ。余計にややこ
こしいことになっちゃったけどね。うちの兼業主婦が寝込んじゃったらどうすんのよ。あんたが代わりにまかないすんのよ。できるわけないじゃん。自炊したことないんだもん。ほんと役に立たない社会人だね。ねえみんな悪いんだけど先に帰ってもいいかな。今日のお花見、いえ沢木さんの歓迎会の準備したいし。あ、お花見に呼ぶんだ転入生。いつものお花見だったら冷蔵庫にあるもので済ませようと思ってたんだけど、パーティーだったらちょっとは奮発しないと。海ちゃん、まさか。あらかじめ彼女の転入生とこのキンパは仲が悪いの？もし間違って自分のところに回ってきたら。あんた結構保身に走るタイプね。やだもう、みんな冗談ばっかり。つぐみ寮の新しい仲間じゃないですか。いや、まあそりゃそうだけど。こんな時期に転校してきたっていうのとか、今になって寮に入ってくるっていうのとか、なんか引っかかるのよね。それにバッサリと入寮が認められたのも気になる。あれだけ揉めたのに。そういうの詮索するの良くないですよ。新しい仲間が増える、それでいいじゃないですか。ねえ直子先輩、これって、あ、現実逃避か。主人公が女連れ込んでたのがショックでってこと？沢木さんってどんな子なんだろうな。お友達になれるといいな。あ、ミヤちゃん、それざく切りでお願い。大きさ適当で構わないから手早くね。あ、はい、手早くですね。あ、ごめん、しずちゃん代わってあげて。みやちゃんはそっちのお野菜洗って。うん、みや、包丁こっち。あ、みんなで準備するんだ。ごめんなさい、お役に立てなくて。仕方ないよ、こういうのは経験だからね。半年、いや、3ヶ月待ってください。その頃には水で当番の一角に食い込みますから。で、しずちゃん早っ。いっつも海に手伝わされてるから。うそうそ、いっつもは逃げてるくせに。しずはただ単に器用なだけなのよ。堂々とサボるよりマシ。もう、ただ単に不器用でごめんなさい。身内の足を引っ張るような言い方はやめてよ。あ、じゃあ玉ねぎと、あと倉庫にアク抜きしたタケノコがあるから。うん、頼りにしてます。なんかいつもより随分と新入居者とか。ちなみにあんたが飛び降りたのはここから3つ隣の部屋。再びようこそつぐみ寮へ。誰？あ、今のがこの子の部屋なのか。質問次第で随時受け付けるわよ。いろいろ聞きたいことあるんじゃない？なんでそんなに美人ですかとか、頭いいんでしょうねとか、女の私でも嫉妬しちゃいますとか。悪いけど片付けがあるから。私が一夜を共にした男の子は一体どんな子なんですかとか。昨日は結構おしゃべりだったって聞いてたんだけど。そう、たった一日でほとんどの言葉を忘れるくらいに時報が進んでるとか。かもね。ところでさ、結局何があったわけ？そんなのあっちに。いや、それが本当に覚えてないみたいでね。ならその程度のことなんじゃないの？一
これいつからさ何かを選択するとか始まるのかな。読んでるだけだよね。読んでるっつうか喋ってるだけだよね今んとこ。体験版だから、体験版だからないのかな、何かを選んだりとかそういうのが。めんどくせえなこの女。始めるわけにはいかないよ。いいじゃん、食べちゃいなよ、めんどくせえな。本当に沢木先輩いらっしゃるんですよね。みんなが楽しそうに大騒ぎしてれば岩の隙間から顔を覗かせるかも。あ、先輩、それってアマテラス大神とゴッドをかけたんですね。ひねりが効いてていい感じです。お腹すいた。領長権限発動しちゃうぞ。あんたらも少しはパターン変えなさいよ。あのみんなごめん。でもいいじゃん食べちゃえば。お茶飲みます。せめてビールにして。私、沢木さん呼んでくるから。あ、いや、それはごめんなさい、もっと早く呼んでくるべきだった。私のわがままでみんなを待たせちゃってたんだし。ああ、もう本当にろくなことしないわね、この若手教師は。2年目のジンクス？え、話がよくわからない。え、私が空気読めないからわかんないの？気にしないで食っちまえばいいじゃん。でも正直海じゃ荷が重いよ、あの子。頑張るから。お、やっと食べれるね。よかったよかった。放っておいてあげればいいのにね。キンパめんどくせえ女だな。勘違いしないで。え？外があまりにもうるさいから散歩してくるだけ。え？悪いけどそこ通して。ちょっと待って、あれ何のつもり？海、よしなさい。海先輩、うわ、くっそめんどくせえ。頼んだ覚えはないけど。それはあなたが来るって今日初めて知ったから連絡が遅れてごめんなさい。謝られる覚えもないけど、ま、いいわ、とりあえず話して。それはその。海、今日はもういいから。うん、よし、じゃあ今日はもういいって言われたからセーブしとくか。はい、お疲れ様でした。